さあ、行くぞ。皆さんこんにちは、マックスプライです。ハラミンです。リオナリです。皆さん、ここまでですね、いくつかの動画でソフトバンクさんのサービスを取り上げてきました。はい。まとめてちょっと振り返ってみましょう。はい。動画 SNS 放題、こちらのサービスはですね、人気の動画や SNS のサービスが使い放題なだけではなく、はい、さらに50ギガプラスでついてくるというサービスなんです。はい。私個人の、体験でもですね、乗り換え前よりも安く、さらにギガが増えるという、スマホライフがですね、完璧なものとなったというのが一つ目のご紹介でございます。はい。アクオス R2 コンパクト、手のひらに収まるサイズにもかかわらず、もうハイスペック、もう最新の、てんこ盛りのスマホでございます、アウトカメラが2260万画素という、もうめちゃめちゃ綺麗な写真が撮れるだけではなく、インカメが800万画素、そして広角カメラ、超一押しの端末でございます。はい。サイバーサンデー、はい、ソフトバンクのユーザーの方であれば、毎週日曜日、お得なクーポンがもらえるというサービスです、はい、牛丼とかを代表するような食品サービス、他にも生活用品、スポーツウェアまで、そしてなんと我らがアップバンクストアも含めてですね、さまざまな、人気のお店で使うことができるクーポンがお得にもらえるというキャンペーンが3本目だと思います、はい、ソフトバンク 5G、VR を活用したスポーツ観戦という未来を見たという、あちらの動画が4つ目の動画です。高速大容量、多接続、低遅延、これを使った未来、垣間見えました、このスポーツ観戦は、私の常識や概念をもう完全に変えました。ここまで、ソフトバンクさんの魅力をたくさん伝えてきたんですが、はい、この動画、まとめだけではなくて、もう一つ魅力をご紹介したいと思います、はい、なんと、今我々がいる福岡ヤフオクドームにて PayPay を利用するとソフトバンクスマホユーザーの方ならなんと、支払い額の最大 20% が戻ってくるというキャンペーンを実施中です。イエーイ。とんでもなくお得です。すごい。なんとこのヤフオクドームで PayPay がどこでも使える、もう完全にキャッシュレス化、飲食店だけじゃなくてグッズショップ、他にもチケットの売り場までもう PayPay でお買い物ができちゃうらしい、すげえ。シーズン中であれば、ヤフオクドーム内でペイペイご利用で最大 10% が返ってきます、はい、さらにソフトバンクスマホユーザーの方なら最大 20% 返ってくる。すげえ。と同時に、新規登録で500円相当、ソフトバンクスマホユーザーの方なら支払い登録でさらに500円相当がプレゼントされます。おー。ペイペイは、現在全国で使えるお店がどんどん拡大しています、はい、第2弾の、100億円キャンペーンも実施中、ヤフオクドーム内のペイペイブースであれば、新規登録の作業もサポートしてくれます、はい、じゃあお腹も空いたので、はい、ペイペイを使ってまずご飯を買ってみましょう。やった。球場のご飯を行きましょう。行きましょう。そんなわけでペイペイで買い物する。注文をお願いします。焼きそばと豚丼と、山盛りポテトと竜田揚げ以上をペイペイでお願いします。お願いします。ペイペイでお願いします。 20% 返ってきますよ。ありがとうございます。そんなわけで、今回ですね、2350円の決済に対して470円相当が返ってきます。おー、すげー。ありがとうございます。やったスタンドで食べようぜ。食べよう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 食べる。ビールもどうだ。あ、ビール。ビールも買うべきじゃないか。ビール。売り子さんからペイペイで買いましょうよ。なんで？売り子さんから直接ペイペイで買えんの？買えます。買いましょう。買うぞ。スタンドに来ました。はい。で、スタンドで売り子さんから直接買えると。やった。お願いしましょう。すいません、お願いします。ありがとうございます。ビールを一杯ください。ありがとうございます。ペイペイで。ペイペイで。こちらのコードをスキャンしていただきたい。おお。支払い処理中ですね。700円支払い完了しました。ありがとうございます。すごい。すごくない。そしてさらに今回もですね、はい、20% 返ってきます。おー、700円の決済に対して140円相当の、はい、めっちゃお得っすね。めっちゃお得。すごいよ。ありがてえよ。てか楽でいいですね。現金出さなくていいのは。そう、楽。やったことがない人からするとなんかアプリを起動するの大変じゃないとか一手間かかるんじゃないって思うと思うんですよ、はい、実際に使ってみたら分かる、めちゃめちゃ早い。そうっすね。いちいちお金出すよね。あ、すげえ便利。ありがとうございます。いただきます。乾杯。いただきます。あー、最高じゃん。いいねー。たまんねー。
そんなわけでこれが全部ペイペイで買った食べ物です。おーい、やっぱ球場来たらお腹減ると思うんで、うん、もうガンガン買いましょう、はい、で買うんだったらペイペイがマジで超お得です。そうですよね、たまらんです、うん、いただきます。いただきます。あー、うん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 全部一緒じゃないか麺が太麺でもちもち、うん、そんなわけで、はい、ヤフオクドームで売っているものは全てキャッシュレス、ペイペイで決済することができます。売り子さんからビールも実際に買いました、はい、皆さんもぜひともですねヤフオクドームお越しの際はペイペイで楽しんでください。はい、はい、というわけで、はい、事務所に戻ってきたんですけども、ええ、もちろんこの動画ドッキリです。ありがとうございます。何をするかっていうと、うん、この動画まとめ動画じゃないですか、はい、僕らもねまとめて村井さんに仕返ししたいことがあるんですよ。はい、それはこれだ。俺はデスソースドッキリを食らい、俺はわさびドッキリを食らった。その仕返しを村井さんにしてないよな。ありがとうございます。仕返しドッキリ、村井さんの飲んでるコーヒーの中に、うん、デスソースとわさびまとめて両方入れちゃおう。優しくない優しくないよ、優しくないよ、優しくない。仕事仕事、私はマックス村井、仕事が大好き男。仕事をしていたら喉が渇いてしまったと。このコーヒーを飲みます。わさびとデスソースの仕返しですよ。ありがとう、まとめてくれたんだな。ありがとう、ありがとう。これで私は今の花火ですよ。これでありがとう、やばくない？やばい。どんだけ菩薩の心の。ありがとう村井さん、ありがとう村井さん、ありがとう。心置きなく仕掛けられてるよ。はい、くらえ。さあ、行くぞ。やばい、仕返しされた。仕返しだ、仕返しだ、仕返しだ。てってれー、ドッキリですよ。やったぜ、やったぜ。イエーイ、やったぜ。ドッキリか、これ何何に対する。僕らがね、やられたやつをまとめて仕返ししてあげたんですよ。僕らがやられたって何ですか？デスソースとバサリ、うん、正解。味見した？味見した？いや、しないです。あ、確かに味見した？うん、しない、しない。え、未だかつて感じたことのない、すごいよこれ、うん、確かにしてないです。うん、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 うわ、俺やだ。痛い、やばくないこれ。やばくない。それ
はい、というわけでまとめてドッキリ大成功。ソフトバンクのさんのね、ソフトバンクのあの何言わないわけかその動画と思ってその動画と思ってすげえ、その動画、はい、ソフトバンクさんのね、詳細もね、まとめておいたんで、うん、ぜひね、この動画で気になった方は概要欄のリンクからいろいろチェックして、ぜひぜひソフトバンクさん、乗り換えてみてください。お願いします。さよなら。さよなら。福岡で完結したと思ってたけどさ、すげえやん。始まった、始まった。いや、できないこれ。